だ。こんにちは、ゆたかさん。はい、内川選手ね、はい、行き先決まりましたヤクルトにね、はい、正式に決まって背番号も7番ということで呼ばれましたけれども、ね、まず率直にいかがでしょうか。あ、まあ良かったなっていうふうに思うしね、はい、でまあ最初入った球団が横浜じゃない、はい、横浜ベイスターズというね、はい、チームに入って、まあ、そこからソフトバンク行ったんだけど、はい、まあ出身は九州だよ。九州だけど、はい、プロ野球として生まれ育ったのは横浜、はい、で関東に帰ってくるということから、うん、考えると、はい、まあ馴染みがあるとこだけにね、はい、まあ内川もほっとしてると思うしね。で奥さんはなんか埼玉の出身みたいで、はい、でまあ実家にも近いということで、まあまあ家族とかいろいろ考えても、はい、まあ良かったのかなっていうふうに思うけどね。はい、うん、これヤクルトに入団するとなると、うん、ヤクルトはどのように変わってきますか。あ、まずはね、はい、やっぱり右打者であれだけ打てる打者ってもう本当にいないからね。で2000本も打ってるし、はい、で内川のバッティングって本当にシンプルなんだよね、うん、でこの若手をさにアドバイスするのもすごく言葉もうまいし喋りも上手なんでこう伝えていき方がうまいと思うんだよね。だから将来的に見てもなんかこう指導者ということを考えるとさ、まあもちろん戦力で取ったんだよ、取ったんだけどなんかすごくいい選手を取ったなっていう感じがするよね、うん、はい、そうするとこう戦力っていうこと以外にもチームに影響を与えることがたくさんありそうということですよね。まあプラスアルファが生まれてくるよね、はいはい、だからまあファーストというところがまあ村上がサードに入って、うん、いる時は坂口だとかさいろんな選手がファーストをやったけど、はい、まあ内川ってファーストで専門的にできるから、うん、まあここはレギュラーかなっていうふうに、まあ、考えるんだけど、はい、ただ村上の守備だとか送球を考えた時に、まあ、ヤクルト側は村上をファーストで置きたいと思ってるはずなんだよね、うん、本来はね、はい、でも内川を取ったことによってそれをもう一度サードで鍛え直すか、でもバッティングに影響するんだったらファーストに戻すとか、うん、まあ今いろんなこと考えてると思うんだよね、うん、ヤクルトは、はい、でエスコバっていう選手を取ったんだけど、はい、やっぱバッティングは助っ人で1本しかホームラン打てない、やっぱこう破壊力が欲しい、まあそうなってくるとまた内野手を内野のできる外国人を多分取ってくると思うんだよね、うん、まあそうなってくると村上をファーストに置いて、はい、まあサードに外国人かなんかでショートを育てて、まあ山田哲人っていうのはもう鉄板でセカンドだから、だからここら辺内川がまあ内川は多分頑張ると思うし、はい、普通に力を発揮すれば、まあ、確実に数字は残してくれるバッターなんだよね、はい、内川が頑張っていやファーストで使おうっていうふうに高津監督の心をレギュラーでね心を動かせるようなことがあればヤクルトの選手層ってものすごく熱くなってくるよね。まあそれとまあ打順は5番ぐらいがいいかなって思ってるんだよね。これはなぜかというと、はい、村上内川って続くとさやっぱ内川って勝負強いし、はい、だから村上と勝負をせざるを得なくなるかなっていう各バッター各ピッチャーがね、はい、まあそうなってくるとすごくいやらしい打線になるよね。例えば3番青木でもいいし山田でもいいし、はい、ねえそうなってくるとすごいいい打順になってくるよ、右左右左で。だからここら辺はねすごく、まあ、内川が入ったヤクルト打線っていうのはすごく見てみたいよね。でもこれが代打だけっていう風になってくるとさ、はい、ちょっとやっぱもったいない感じがするよね。
で内川もやっぱそれなりの意地もあるだろうしね、うん、まあ内川とちょっと電話で話をしたんだけどさ、はい、いやもう一度頑張りますよっていう風な強い意志で話をしてたんで、うん、だからまあファーストが空いてるからレギュラーでどうのこうのって言ったら、いや村上もいるしって、やっぱ村上を意識してたし、はい、でも村上をこうどかしてでもファーストに入れるような活躍ができればね、これはヤクルトっていうのはすごいまたいい打線になってくるかな、うん、あとはやっぱりこう今年のヤクルトって、まあ、バッティングコーチ、いいバッティングコーチいるんだけどね、はい、まあ、例えば大型野手で言えば廣岡とか、はい、まあ、西浦もそうだよね。でちょっと伸び悩んでる、で打率も低い、そういった選手たちにやっぱ内川がどうやって打ってるかっていうことを教えていって、それがハマってくるとさ、はい、すごくいい先生になると思うんだよね、うん、だからここら辺も期待したいところかな、うん、うん、だから左は青木がいるしさ、はい、右は内川がいる、山田がいるっていうことになってくると、はい、やっぱりね、強いチームっていうのはいい伝統があって、はい、やっぱ先輩を見ながら育つんだよね、うん、で先輩から教えてもらったこととか、まあ、もちろんコーチの力っていうのもあるんだけども、だけどそういう先輩たちの助言だとかそういうものがすごく大きく若い選手には響く時があるから、だから内川っていうのは右打者で今現役では最高の選手じゃない、率も含めてね、はい、まあ、そうなってそれを伝授していくっていうことになるってくるとさ、やっぱそれなりのその有形無形のなんか影響力はあるだろうし、あの打つこと以外に戦力になると思うんだよね。本当戦力以外に与える影響っていうのがすごく大きいっていうこともあるんですね。まあ大きいよね、はい、やっぱり選手間ではやっぱり選手間の右バッターではやっぱ尊敬してる選手っていうのはたくさんいると思うんだよね。そうですよね。だからそういった意味ではすごくあのいい戦力、いい選手を取ったなっていう、うん、ね、思うんだよね、はい。ただあとはやっぱこう好き勝手に言わないことだね、はい、ものをね、はい、まあまあうちから言ってることっていうのはすごく正論で正しいことなんだけど、正しいことが人によっては耳が痛い話になったりだとかする時があるんで、まあその正当な話でもやっぱりちょっとオブラートに包むというかさ、なんかそういう正義感が強いから、だからそこら辺は少し様子を見ながらオブラートに包み話をするといいかもなって思うけどね。まあまあ内川ももうその一撃を機にいろんなことを学んだと思うしね、その間に、はいはい、だからそこら辺はまあうまく渡っていければね、俺みたいになんないよ俺も好きなことばっかり言うからさ、はい、まあ、正しいと思ったことはこうついつい言っちゃうタイプで、はい、だから多分打ち方と結構似てんのかなとか思うところがあってね、だからすごく心配してんだよねそこら辺はね。いろいろ気持ちも分かる部分もあったり、気持ちも分かるよね。だからコーチやってる時もさ、はい、まあ最初のね、はい、森監督、森政権の時に、まあ、コーチで一緒に打ち方とやってんだけど、はい、やっぱこうまあその時はまだちょっと実績もなくてさ、はいはいって聞いてたけど、はい、なんかソフトバンクに行った時に話をするとやっぱりこう自信もできてね、優勝もして日本一になって、はい、その中心でっていうとやっぱ選手はこう力を持ち、やっぱ自信を蓄える、うん、それによってやっぱ発する言葉も一言一言が重くなるじゃない、はい、だからそこら辺を意識しながらね、ヤクルトに来ても話をするとね、まあ説得力もあるし、うん、ただやっぱり様子を伺いながら、言葉もオブラートに包みながら、うん、ね、伝える術っていうのもすごく大切だと思うしね、うん、だからそこら辺はこううまく人間関係を作り上げるとすごいいい指導者にもなるだろうし、もう選手としてはさ、いい選手だからさ、はい、うん、だから頑張ってほしいなって思います。
はい、今回内川選手以外にも FA で移籍されすることになった、梶谷選手、伊野選手、豊さんは一緒にやられてたことがある選手が結構移籍をするんですけど、ね、まあ奇遇だよね、うん、すごい、うん、だからまあ一緒にやってるけど、はい、ただよ横浜というか DeNA からよく出ていってるよね、はい、外にね。だからこれはやっぱ球団としての魅力なのか、はい、うん、やっぱり優勝したいというふうに思って内川なんかは出たしね、はい、で梶谷、伊野もやっぱり優勝を現役の時にしたいっていう思いが強い、はい、だからその自分を高めたい、はい、そういう意思で多分出ていくんだと思うけど、はい、やっぱこの2人が出ていくっていう、まあ、内川も出ていったっていうことはさ、はい、まずはね、はい、出ていったっていうことはやっぱこう横浜ベイスターズ、まあ、並びに DeNA に優勝っていうのがやっぱ中にいて感じられないのかなっていうのがちょっと寂しいよね。また次は監督も変わり、うん、まあ監督の代わりね、はい、またいろいろな動きがありそうですけど、動きがあるよね、はい、だから、まあ、DeNA は踏ん張りどころだし、はい、まあ、ヤクルトはいい選手を取り、はい、まあ、巨人は2人というね、はい、DeNA から戦力を抜き取り、はい、まあ、おそらくいい FA 取りになると思うけどね、はい、うん、まあ、でもその3人はやっぱ俺が関わってた人間だし、まあ、選手たちだけに、はい、まあ、可愛さもね人一倍あるし、はい、まあ、頑張ってほしいなと思います。はい、はい、期待してます。はい。